芸能人のパパ力を一斉調査、パパジャニベスト。今回は特別編、パパジャニ料理修行。特別講師はこの方。さあ、優しい先生がやってきたぞ。やばい、やばい、お前たちいつもクソまずいもん食わせやがって。すいません、すいませんでした。すいません、すいません。今回は北斗ママのスパルタ指導のもと、前回の放送で桐山くんが挑戦したコストコサーモンのアレンジ料理をレッツ修行。まな板にまず乗せて、こっちね。うわー、これこれ、すげえ、この重たさやったよ、すごいね。うわ、はい、すげえな、これ。これをね、半分にね、切ってね、はい、はい、半分に包丁入れてください。すごい、ね、あ、ここは知らないです。あ、やらない、分からん言ってた、さっき説明受けましたか。北斗さん、あの青、話聞いてないですわ。どうしたん、あの青。あの藤井くんはやらないよね、今ね。え、俺も切っちゃいました。え、藤井くんは今やらない人だよね。やらない人。北斗ママをイラつかせてしまった藤井くん。さらにこの後、何を言ってるでしょ。おい藤井くん、おい藤井くん、つまみ食いしてから何刺身食おうとしてんだよ。おい、何してんの。やってんな、つまみ食いしちゃった。いいか、その一口が次の料理にサーモンを少なくさせるんだ。 あいつバラエティしてるな。バラエティ班やわ。これだと増やしてるやん。一体どんなアレンジ料理が登場するのか。そしてウエストメンバーは北斗ママのもと無事に修行を終えることができるのか、お楽しみに。